どうもコレクション魂天野ライダーです。俺の特撮コレクション魂、略してコレたま。このチャンネルは特撮コレクションメインに自分の特撮ライブを皆さんにお送りしています。さて今日はですね、こちらじゃん、はい、こちら8月31日に発売になった仮面ライダーガブの武器、ガブガブレード&ゴチスピーダー、これをね開封していきたいと思います。ということでね、まず箱を見ていこうと思うんですけども、デラックスガブガブレード&ゴッチスピーダーということで、これがガブガブレード、そしてこちらね、ゴッチスピーダーで、キッキングミーって書いてあるんですけどね、キッキングミゴッチと、これがねついてくるんでしょうね。でゴッチスピーダーを発射って書いてあって、ここからねセットして発射するんですよね。で箱の上面はこんな感じで、こちらにねキッキングミゴッチと付属って書いてあって、このようにね変形するんですね。ガブガブレードにこのゴチスピーダーをセットするやつ、こんな感じになるのね。箱の底はこんな感じ、注意事項が書いてあったり、あ、こちらねボタン電池が3つ使用されるんですが、まあこれはね最初から付属してるんで一応はね遊べます。で箱の横を見ていくとこんな感じですね。反対、あ、こちらにねセット内容が書かれていて、ガブガブレード、ゴチスピーダー、キッキングミゴチ像が一つずつ入ってる。はい、こんな感じですね。箱の裏を見るとこんな感じ。またね、こちらに遊び方が書いてあるんですけども、これ見ていくと、トリガーを引いて攻撃。ここにトリガーがあって、これを引くと4種類のサウンドが発動。ボタン操作で必殺技。ボタンを押すと必殺技対強が発動。トリガーを引くと必殺音が発動。ゴチスピーダーを発射ということで、ゴチ像がゴチスピーダーに乗車で、ゴチ像を個別認識してゴチスピーダーをセット、必殺技対強が発動して、トリガーを引いて5ボタンを押すとゴチスピーダーが発射されると、必殺技音が発動。おお、こんな感じなんだね。でこちらは、あ、別売りのライダーゴチ像シリーズを個別認識するということで、さっきのようにね個別認識してこう反応するらしいですね。でもちろんね、キッキングミゴチ像は別売りのデラックス変身ベルトガブと連動して、まあ、このようにね、なって、まあ、こういうね、キッキングミアシストっていうのになるんだね。さあ、それではね、箱を開封して出してみます。はい、じゃーん、出てきました。こちらね、これがガブガブレードかな。はい、ガブガブレード。こんな感じね。はい、こちらがゴチスピーダーかな。こんな感じかな。これがゴチスピーダー。おお。はい、そしてこちらがキッキングミゴチ像。はい、ということでね、全部取り出してみましたけども、まずこちらのガブガブレードから見ていきましょう。こんな感じね。はい、裏はこんな感じ。で、ここにね、電池を入れる場所があって、こちらはね、もう最初から入ってるので、まあ、絶縁体はなさそうですね。で、ここから音が出るのかな。で、こちらにね、スイッチがあって、オン、オフ。はい、裏はね、まあ、この武器としての作りは、あんまり凝ってなさそうなんですけど、まあ、一応ね、ここの電池蓋のところまで、一応ね、このグリップの、こういう彫りはね、ありますね。ここはもう、型抜きしちゃってるね。この辺もね、型抜きしちゃってますね。で、表はこんな感じ。先はね、一応ね、少し柔らかいゴムっぽいような感じの素材で、レッドクリアなんですけど、中にね、ラメみたいなのが入っているのかな。結構ね、キラキラしてるんですよね。まあ、こちらにね、ゴチスピーダーが走っていく、このレールのようなものがあって、まあ、少し坂になってるのかな、こんな風に。うん。で、ここにね、ちょっとチップを認識するようなとこがあるんだね。で、これが発射台みたいな感じかな。うん。で、ここに大きなボタンがあって、これはね、こんな感じ。あ、ここもね、クリアなレッドのパーツで、中がラメのようになってるんですよ。こちらはね、ちょっと硬いですね。プラ系の素材。ここは動かないし、ここがね、グリップなんですけど、こちらにね、トリガーがありますね。こんなギザギザにね、ちょっと彫ったような感じです。で、こちらの端の方は、先ほどと同じように、プラ系のね、クリアレッドのラメの入ったような素材ですね。こんな感じね。じゃあ、スイッチ入れてみよう。はい、こちらね。
はい、このようにね、起動音が鳴るんだね。じゃあトリガーを押してみよう。おお、この剣で切るような音かな。おお、こちらもね。なんかご地蔵がいっぱいなんか騒いでるような声、音がするな。あ、これ最初に戻ったかな。はい、このようにね、4種類の音が出るんだね。はい、で、ボタン、これ。あ、これがね、必殺技の待機音なんだ。で、トリガーを押すと必殺技が鳴るみたいなんで。おお、もう一回。はい、こんな感じでね、必殺技出ます。で、こちらにゴチスピーダーをセットすると、あ、このようにね、カチャッと止まるんだね。で、これを多分やると、あ、今はね、ゴチスピーダーセットしてないんで、このボタンを押すと必殺技になるんだ。まあ、これはさっきと同じだね。はい、はい、では次はね、このゴチスピーダー見てみよう。はい、こんな感じのね、まあ若干単純かなと思うんだけどね。ここがタイヤになってて、まあ、タイヤもね、プラ系ですね。で、これを走らせてみよう。あ、結構スムーズにね、走りますね。はい、こんな感じですね。まあ、ここにね、ご地蔵を乗せるんだね。はい、そしてこちらがね、キッキングミご地蔵ということで、こんな感じ。はい、ガシャポン版はね、先に見ちゃったので、ちょっとこう比較をね、すると、こんな感じですね。このようにこちらはね、白くてクリアなパーツなんですけど、こちらガシャポン版はグレーで全然透明じゃないんですね。で、中のね、このオレンジのパーツもデラックス版はね、このようにクリアパーツで、こちらガシャポン版はクリアではないようなね、まあそういうオレンジ色。まあ多分ね、音声は一緒だと思いますよね。で、こちらもね、またボタンを押すと、はい、こんな感じでね、出てきます。はい、こんなクリアなね、オレンジのパーツですね。で、ここがね、キックなんですよね。足なんですよね、これ。はい。じゃあね、これをゴチスピーダーにセットするとどんな感じかっていうと、これにね、座らせるんですけど、ここに穴があるので、ここに入れるってことかな。あ、入りそうだね。カチャッと。あ、なるほど。ここが、こんな感じでね、沈むようになってるんで、ここにセットすればいいかね。で、押し込んで、ガチャッと。押しても、あ、押し込むと、このようにね、広がるの。勝手にね、ボタンが押されるようになるんだ。なるほど。ちょっとはまるんだね、このところにね。まあ、最初はここ乗せるだけなのかな。こんな感じかな。で、さっきね、ホームページの取扱説明書、遊び方を見たんですけど、まあ、最初からね、これ、変形した状態で、乗せるみたいなんで、まあ、このままで最初から入れて押し込んでカチャッと音がするんで、まあ、そこまでやってこんな感じね。もうこれが最初のもう形みたいです。で、これで動かすと、これで乗ってね、遊ばせる。はい、こんな感じです。で、これをガブガブレードにセットするみたいなんで、じゃあこれをね、セットしてみましょう。はい、ここに乗せて、特にレールに引っかかる感じはないので、ここに乗せるだけかな。で、これをカチャッと。これでセットね。あ、でもね、結構ね、落ちる。他で引っかかってないので、離しちゃうと落ちますよ。横に傾けたりね、下に傾けたりすると落ちそうになるんで、ちょっとここでね、保持しとかなきゃいけないね。で、これで、このご地蔵を押し込むんだって。あ、できた。グミーって言ってね、プッシュミーになった。プッシュミー。プッシュミー、押せと、これを。押してみよう。プッシュ。お。おー、なんか、
なってるな、わかんないけど。でこんな感じなんですけど、こうやってやってね、これね傾けすぎるとやっぱり落ちちゃうので、これ危険ね、先に落ちてっちゃうんで、あんまり傾けない方がいいと思います。ちょっとだけでいいね、ここに合わせちゃうと落ちてっちゃうんで、まあボタンを押すことで、ね、発射されるんで、ちょっとだけ傾けて、そのぐらいでいいと思います。はい、それじゃあ、ね、もう一回やってみようか。はい、セットここに置いてガチャッと、はい、あ、これ押してみようか今度。おお、キッキングミだ。発射されずにキッキングミですね。さあ、じゃあね、このボタンを押していこう。これで発射されるんだね。で、さっきね、ここのところにチップをね、読み込むところがあるので、これ多分ね、ご地蔵だけでもいける気がする。はい、じゃあこれね、一回反応見てみよう。ちょっとこの土台が邪魔なんですけど、少しずらしてやれるので。お、もうね、これで反応するんだよね。そっか、さっきの土台に乗せたままこう押し込んでるんでね、そこで同じように反応するんだね。ゴー。ということでね、ご地蔵だけでもここへね、セットで音声は聞けるということだね。じゃあこの後はね、変身ベルトガブにセットして、ご地蔵のね、どんな音声が出るかちょっと見てみよう。はい、それではね、セットしてみます。はい、まあこちらはね、ガシャポン版でやったので、まあ大体音声は分かってるんですけどね、一緒ですね。必殺技、はい、キッキングミキック出ました。おお、やっぱね、こっちは綺麗ですね。クリアパーツなんでね。もうちょっと部屋を暗くしてね、見てみたいと思います。はい、やっぱね、こっちは綺麗ですね。はい。はい、ということで今回はデラックスガブガブレード&ウォッチスピーダー、こちらをね、開封して遊んでみました。最後まで視聴していただきありがとうございました。もしよければ高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では、次回もコレクション魂、バイバイ。